ここまでビビりっぱなしの情けないメンバー、ここで汚名返上。一人で洞窟に入り記念撮影。挑戦するのは例のお気に入りマーク。やるやる。ここに、こんにちは、おじさん。フィリピン出身の23歳、関岡です。おっと、どっち？たっぱっちゃぽー、よっとぽー。あっち、ちょっと、こう。うるさいね。あんまり大きな声でフォーとかイヤーとかは、いけないです。冷凍でそういうことをしては大声を出してはいけません。そうですよね、はい。洞窟の奥へと到着したマーク。ここでようやく記念撮影。果たしてこの写真に何か写っているのか。先生どうする？あんまない。ちょっと長い。ちょっと待って、この間すごい感じるんですけど。ちょっと待ってください。やっぱりここ霊場ですので、皆さんのその念っていうか残ってて、ちょっとこういう点々みたいなものっていうのがオーブって言ってですね、浄化されたもの、エネルギー体なんです。お化けとかではなくて。何してんの？どうしたどうしたこれどうしたどうしたの？食べてる。ダメだ。塩は舐めろとは言われてないでしょ、あなた。びちょびちょじゃねえか、おい。もうサラダ、サラダだとびちょびちょだよ。全然ちゃいますよね。マリさん、塩食べた人初めて見たんで。食べない。次のスポットに移動している間、肝試しならではのこんな企画。天神アクター心霊に取りつかれやすい度ランキング。雪川さんがメンバーを事前にランク付け。まずは安全圏9位から6位の発表。9位から6位は、はい、こちら。お、9位岡くん、8位北田くん、7位沢柳くん。まず岡さんはあの跳ね返し系って言ってですね、霊はつかないです。なんでかというと、あの割と自分を強く持ってる方っていうのは霊つかないんですね。そして7位沢柳くん、はい、沢柳さんはですね、あの非常にあの霊感も強いし、感じる方ではあるけど取り付きはしません。やっぱり異常化とかそういうこう悪霊的なものはつきにくいです。つかないです。続いてちょっと危ない5位から2位、巫女体質の山田が2位。果たして1位は坂田かマークか。マークは10位なのか。はい、10位坂田くん。ということは1位はマーク。ですね、非常にこう優しいんですね。あの共感能力という能力が高いので、人の気持ちが分かっちゃいます。で、優しいで、そういう人っていうのは寂しい霊とかね、漂ってる不幸霊っていう天国に行けない人たちに頼られちゃう。マークあれじゃないの、女の子より霊の方が人気出ちゃう。やめてくださいそれ。まあ確かにそうかもしれないけど。そんなことない、そんなことないよ。人気ないのはわかるけど。そんなんじゃ、そんなことない。やばい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 。寄ってくる寄ってくるぞ。そう。ナンバーワンだ。一方、一番取り憑かれにくいという坂田は。坂田くん10位。はい。ってことはマークの正反対ってことですか。そうですね。あのもう本当自分のことしか考えてない。間違いない。間違いない。ということはそういう例が全く来ないですね。助けてって言ってももう気がつかないですね。気がつかない、はい。平尾台から素顔の滝へと抜ける県道28号。生活道路として利用されているハゼカ峠トンネルだが、幽霊トンネルってとこでしょ。あ、そんな名前がついてる。まとまってんの。昔から自殺の名所とか言われてましたけど、ああ
をつってた人がいるとか、なんかそんなのは聞いたことあるんですけど。いやでも、そもそもですよ、この狭さの道に先にトンネルがあるという。やっぱり夜となるともうめっきりと、いやちょっと行きたくない感じですね。あもうちょっと私この先あまり行きたくない。この脇とその脇からちょっと冷気を感じ。何メートル先の話ですかそれ。いやもうそこです。ここで何かを発見した沢柳。